こんにちは。大きいフラワーアレンジメント教室プーケットパフュームの相澤智美です。本日はこちらの、秋のお花を使って、アレンジを作ってみたいなと思うんですが、メインはこちらのダリアを使いたいと思います。こちらは、赤紫色のねダリアなんですけども、ちょっとねこう色かなクリーム色が混じってまして、とてもねツートンカラーが綺麗なダリアです。ナマハゲオーブという名前ですね。続けて花材の方もご紹介していきたいと思います。こちらが、ダイアンサスですね。色をね染めたお花になります。とてもねこうモコモコしてて可愛いお花です。あとこちらはアイビーですね。こちらが、ハイドランジアですね。淡いねこうグリーンをしてまして、その中に白とあと、少しずつ水色に変わっていくねハイドランジアなんですが、ちょっとこの辺とかね水色が出てきていて、とてもね綺麗な、そしてあとねちょっとこう差し色にセダムを入れてみようと思います。はい。であとこちら赤い実が、これが、ミヤマタマズミですね。ちっちゃなね赤い実なんですけども、光沢があってね非常に綺麗です。あとこちらがワックスフラワーですね。ワックスフラワーはね、こちらもね淡いピンク色をしているんですが、ちょっとね深い色の中に少しねこう明るい色を入れて、アレンジメントをね明るい印象に仕上げてみようかなと思います。そしてこちらが、泡ですね。結構ねこうずっしりとボリュームのある泡になります。あとこちらがニューサイランですね。ニューサイランはねグリーンもありますが、こちらはこのようなね、なんていうのかしら、深いグリーン、ちょっとね、黒ずんだ感じのシックな色をしています。あとこちらはね、オアシス隠しに使おうと思っています。ドラセナと、あと、サンデリアーナですね。グリーンにね、白の V 字がね、とても爽やかです。こちらもね、ガーファンもあります。ではこちらのお花でアレンジメント作ってみたいと思います。
こちらで、ダリアを使った秋のフラワーアレンジメントが完成しました。葉っぱをねちょっと2種類使わずに、出来上がってしまったんですけども、こちらのねニューサイランという葉っぱ、はい、これを、2つに割って、で小さな丸と大きな丸を並べてみました。でね、それぞれこう高さを変えているところが、このね葉っぱの使い方のポイントになります。さらにね、秋と言いますと実りの秋というイメージがありますので、このような泡ですとかアイビーというのを花器から溢れ出るような形にしてアレンジしています。そしてダリアなんですが、ダリアはね、アレンジメントに使うときちょっとね難しさを感じるお花だと思います。バラですとかガーベラとかとはちょっと違う、お花の向きをしている。バラとかガーベラはこう真上を向いて咲いているんですけども、このダリアというのはちょっとこう正面を向いて少しこうお辞儀をして、お花が開くので、少しこう倒してアレンジをしてしまいますとお花の、ね、表情が見えなくなってしまうんですね。ですのでこのようにしてまっすぐに立たせて、アレンジしています。以上、こちらの大きいフラワーアレンジメント、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。